チャンピオンベルト、チャンピオンベルトは格闘技のプロフェッショナルスポーツ、主としてプロボクシングにおいて選手権、タイトルマッチを制した選手に贈られる豪華な飾りがついたベルトのことである。ジョン・エル・サリヴァンに史上初のチャンピオンベルトが贈られたことをきっかけとして、プロの格闘スポーツでチャンピオンになるとベルトが贈られる習慣が始まった。昔は、 講演会やスポンサーが独自のデザインのものを送っていたが、現在では認定団体から企画に沿ったものが送られるのが一般的である。現在の一般的なチャンピオンベルトは、革製のベルトの上に金属の板を貼り付け、その上に宝石や加盟国国旗、歴代保持者の写真バッジなどの装飾が施されている。主となる飾りが前になるので、バックルは 背中で止める。チャンピオンベルトはタイトルを認定、管理する各団体ごとに多種多様なデザインが存在する。ベルトの色やデザインには統一感を持たせることで象徴的なものとしている世界ボクシング評議会 WBC の緑のベルトなど。一度獲得したベルトは王座から陥落したり返上する場合にも取り切り性により、 個人で所有できる場合が多いが、日本のプロボクシングやプロレスでは、持ち回り制で、認定団体に返さなくてはならず、そのベルトは次のチャンピオンに贈呈されるシステムが取られている。前者の場合は新王者がベルトを巻いて、記念撮影等をした後に、前王者に返還され、新王者には管理組織が発注した、保存用のベルトが別に送られる。後者の場合は、 講演会やスポンサーが記念に複製のベルトを作ることになるが大量の複製の発生を防ぐため本数などに規定を設けている団体もある。また特製持ち回りの場合は放置していた当時のチャンピオンベルトが承認団体から往年の名王者に記念品として贈呈されるケースもある。取り切り制でも持ち回り制でも防衛戦の際には 保持するベルトを試合に持参し、試合役員に渡さなければならない。コミッショナーはベルトが渡されたのを確認の上で、タイトルマッチを認定する。K1 やエメーキの UF ックのように、タイトルマッチ制度ではなく、トーナメント方式でチャンピオンを決める場合は、そのトーナメント優勝者に、その都度ベルトが与えられている、替えごとにデザインが変は、ことが多い。では、トーナメント制から、 タイトルマッチ制に変更された後も、王座防衛の度に、新ベルトが送られ、王座獲得分と防衛回数分、3度防衛なら4本のベルトを保持することにな、いたが、現在は、プロボクシング同様、一人一回王座獲得につき1本となっている。K1 については2007年以降、タイトルマッチ制、こちらは、持ち回り制と並列で、それぞれチャンピオンベルトを増している。 ドリームなどにおいて、トーナメント決勝が王座決定戦を兼ねる場合、勝者にトーナメント用とタイトルマッチ用で2本のベルトが贈呈されることもある。プロボクシングの場合、王座を認定する団体、コミッションごとにデザインを統一することが多いが、国際ボクシング連盟、IBF や一時期の東洋太平洋、ボクシング連盟、アプグフのように、女子王座ベルトを別の色あるいは、 デザインとする団体もある。王座に挑戦する際に、プロモーターは承認料を団体に払うが、この中に、ベルト代、世界タイトルは50万円前後が含まれている。負ければ、ベルト代は返ってこず、もちろんベルトももらえない。日本ボクシングコミッション、JBC が制定する、日本チャンピオンのゲンベルトは2007年6月に、更新された6代目が使用されている。 革の色は黒で強化プラスチック製のプレートの中央にライオン、右側に日本地図、左側に日本初の世界王者、白井義雄、古代目使用中に死去の写真がデザインされており、一本あたりの費用は50万円。ただし、2013年に復活した日本ヘビー級王座のベルトはプレートが金属製に変えられ、革も30センチメートル長い。また、 2017年に創設された日本女子王座のベルトは白を基調とし、王者の買い取り、取り切り制になった。なお、5代目は1991年1月から16年半使用されていた。近代ボクシングの発祥地であるイギリスの国内王座のベルトは特別にロンズデルベルトと呼ばれ、バックルには英国ボクシング協会創立者、 第5代ロンズデール伯爵ヒューセシルラウザの肖像画がはめ込まれている。初期のものは純金製で歴史的価値が高い。ベルトの価値は時代や保持していた選手によって異なるが、ランディタ・ーピンが保持していたものは競売で2万3千ポンド、当時約400万円の値がついた。ただし、現在では数とにつき1本まで、また3度の防衛を果たさなければベルトはもらえない、と定められている。 WBC では近年、チャンピオンベルトがデザインされた T シャツも合わせて贈呈している。プロレスではデザインに趣向を凝らし、見た目が派手であるものが多い。アントニオイノキが作らせた E1 グップ選手権のベルトは、時価1億円、1983年当時とも言われた。また、同じ団体のベルトでは、ヘビー級、ジュニアヘビー級、タックなどのベルトで、 デザインに統一性を持たせる例がよくある。一方、団体によっては、それぞれベルトで革の色を変えて際立たせる例もある。女子プロレスに多い。プロレスのチャンピオンベルトは時折、狂気としても使用される。また、矢野通らヒールのレスラーが、タイトル挑戦をアピールするためベルトを強奪する、手段を取ることもある。さらに外敵や、管理組織のテリトリーから離脱が決まった、チャンピオン。 ベルトに権威がないと判断されるなどした場合、ベルトを投げつける、踏みつける、ゴミ箱に捨てるなど、粗雑に扱うパフォーマンスを見せることもある。また、DDT のアイアンマンヘビーメタル級王座のように、ベルト自体がチャンピオンになることすらある。各プロレス団体ごとに独自に王座を設定していることからその種類も多く、デザインも様々である。 ベルトの寿命も様々で、アメリカなどでは、王者の交代とともに、長期政権になると一人の王者でも、頻繁に更新される例が多いが、日本では、比較的寿命が長く、全日本プロレスの三冠ヘビー級王座の、チャンピオンベルトなどは最も新しい、PWF ヘビー級ベルトでさえ2013年に、ジャイアントババの意に変換されるまで40年以上も、使用されていた。また、 ジュニア八冠王座のように、統一後に、団体で、王座戦を行って解体したベルトもある。さらに、アイスリボンの、インターナショナルリボンタック王座初代ベルトのように、過去に封印されたベルトを再利用するケースもある。一方で、ベルトに王者が装飾を施すこともあり、大日本プロレスの、BJW 認定デスマッチヘビー級、王座二代目ベルトでは、当時の王者である。 伊藤にによって、有志鉄線雲の巣上に張られた。力道山時代の日本プロレスではタッグ王者はトロフィーを王座の象徴としていたが力道山の死後になってアメリカに習いタッグ王者もベルトを巻くようになったトロフィーはタッグで1本ベルトは選手1人につき1本となっているアマチュアレスリングでも世界選手権で優勝すればベルトをもらうことができる キックボクシングの元になったムエタイでは、革製のベルト以外にも、伝統的な布製のベルトも使われている。イクサでは、チャンピオンベルトの代わりに、日本刀が贈呈される。ナスカースプリントカップシリーズのうち、ラスベガスモータースピードウェイで開催される、シェルビー427では、開催地が格闘技の聖地であることにちなんで、トロフィーでなく、チャンピオンベルトが贈呈される。 ゴルフの全英オープンでは当初優勝者に持ち回りでチャンピオンベルトを贈呈しており3年連続優勝者には取り切りの得点が付けられていたトム・モリス・ジュニアが1868年から3連覇を達成したため取り切りとなり1871年は大会中止1872年の第12回大会からはクラレットジャグと呼ばれるトロフィーに変更されたしかし 125周年となる1985年大会で115年ぶりにレプリカながら復活しサンディライルが獲得。150周年となる2010年にもレプリカが贈呈されルイス・ウーストハウゼンが獲得。なお、モリスが獲得したチャンピオンベルトは現在 R&A のクラブハウスに展示されている。また、現在でもコンペではチャンピオンベルトを贈呈する機会が多い。 爆笑オニアバトルの年間チャンピオンやダイナマイト、関西などの園芸コンテストの優勝者には、チャンピオンベルトが贈られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。